思われます。さあそれではチームからやってまいりました、自分も美味しい元3クラスに参戦をしている日本人ライダーも多いんですが、すごくこう難しくなるところがコミュニケーションだとね、いうふうに話しています。それでは一言お願いいたします。わあ、これ2人揃って、そしてオルガド選手も最後ね、こう優しい瞳でメッセージをくれました。ちょっとね、蒸してきましたね。皆さんにとっても結構感染の、こんなに中見つかってますね。結構日本グランプリで、まあもちろんね、日本人ライダーとしてすごく力が入っている。そして特に今シーズンはね、ランキングで一世となっていきます。ポジションを取りに来てくれると思いますよ。年を重ねるごとにね、その自信感、そして自分で、チームとね、こんなに優しい選手なんだ、あ、こんなに丁寧に対応してくれるんだと、やっぱりこう走っているところと、こういったこうヘルメットを脱いで